サンフレユースから名門流通経済大学を経て、今シーズンサンフレッチェ広島に加入した満田誠22歳。小さい頃からサッカーを続けてきて、まあ、憧れの舞台ではあったので、まあ、実際にそこで自分がプレーすることができて、まあ、とても嬉しかったですし、やっぱ楽しい時間を過ごすことができました。そんな満田選手の武器は、やっぱシュートには自信があるので、まあ、ペナルティエリア付近での、まあ、シュートっていうのに、まあ、注目してほしいですね。ユース時代の同期で窮地の中、ゴールキーパーの大迫選手からは、まあ、メンタルが強いなっていうふうに思います。勝負強さというか、そこはやっぱりメンタルがしっかりしていないとなかなか堂々としたプレーもできないですし、ここ数試合スタメンでずっと活躍してますけど、彼らしい強引なプレーを見せているので、そういった意味ではすごくメンタルが強いんじゃないかなというふうに思います。強心臓の持ち主、満田選手の素顔とは。ここからはプライベートを調査。 UFO キャッチャーとか見るの好きなんですよ。なんか撮ってるの上手だなって思いながら見るのとか、まあ、夜とかに、まあ、なんか大食いのやつを見てて美味しそうだなと思って、自分もそれでお腹を満たしてます。プライベートでも仲がいい大迫選手は、満田選手に直してほしいところがあるそうで。頑固さですかね、はい。まあ、もう自分が思っていることは貫いて曲げない性格なので、もうこっちが折れないと、はい、話が終わらないので、僕が折れることが多いので、まあ、たまにはマコが折れてほしいなって思います。はい。こんなクレームに対して満田選手は、そうですね、まあ、直してほしいところであれば直そうかなって頑張ります。自分でもこう頑固だなと思う時はあるんですか？まあ、頑固っていうよりは、まあ、なんていうんですかね、その自分の意見もちゃんと持ってる、まあ、捉え方次第ですね。まあ、頑固なんですかね、はい、我が道を突き進む若き紫の選手は、高い志を胸にプロの世界を駆け上がります。まあ、2桁ゴール2桁アシストっていう、まあ、20ゴール以上に絡むことが、まあ、個人的な目標。広島のレジェンドである佐藤久人選手のような、まあ、やっぱり広島の方たち全てから、まあ、引退してからも愛されるような選手になれるように、まあ、頑張っていきたいです。